ホルヘカル・ロス・ソレア・カスティーヨは、キューバ共和国ハバナ出身のプロ野球選手、ウトウ・オミギウチ。MLB のカンザス・シティ・ロイヤルズに所属。2009年から、セリエナシオナルでベースボールのバケー・ロス・デラ・アバナでプレー。2010年には、第24回トリプル A 世界、野球選手権大会に、キューバ代表として参加。銅メダルを獲得した。打率。304、出塁率。 500、長打率。522を記録し、旧支球はこの大会で2番目の記録だった。レオネスでインドストリアレスにも参加した。2011年に、ニカラグアへ亡命した。2012年6月2日に、アメリカ合衆国財務省外国資産管理局が、メジャーリーグのフリーエージェント系を認め、球団との交渉が解禁となった。 シカゴカブス時代2012年6月30日にシカゴカブスと総額3000万ドルの9年契約に合意。メジャー契約のため40人枠入りした。契約後はルーキー級アリゾナリーグカブスで14試合に出場。8月に A 級ピオリアチーフスへ昇格。A 級ピオリアでは20試合に出場して打率33。338.3本類が15打点。 4盗塁の成績を残した。2013年は A 級デートなカブスでプレーし、55試合に出場して打率、281.8本塁打、35打点、5盗塁の成績を残した。2014年8月27日の対、シンシナティレッツ戦でメジャーデビュー。5番、右翼手として先発起用され、初打席初本塁打を記録した。 3試合目となる8月29日の試合では1試合2本塁打を記録した。デビューからシーズン閉幕まで31試合中24試合で先発起用された。2015年のセントルイスカージナルスとのディビジョンシリーズでポストシーズン初出場を果たし、第一戦で代打で初打席を迎えてから9打席連続出塁を記録した。ディビジョンシリーズで打率。 571、2本類が4打点、オプス2.341、ニューヨークメッツとのチャンピオンシップシリーズでも打率。417、1本類が1打点と好成績を残した。2016年は86試合に出場した。2016年12月8日に、ベイド・デイビスとのトレードで、カンザス式ロイヤルズへ移籍した。怪我や不調に苦しみ。 2017年6月2日にトリプル A 級オマハストームチェイサーズに降格した。オマハでは74試合で打率26724本塁打59打点を記録し、ロイヤルズでは35試合に出場し、打率144で2本塁打6打点を記録した。カンザスシテロイヤルズ時代2018年は開幕を生右翼手として迎えた。しかし、 左足指の骨折に苦しんで6月中旬に、故障者リストに入った後は、リハビリで、トリプル A 級オマハで数試合出場したが、MLB に昇格することはなかった。61試合に出場し、打率、265で9本塁打を放った。2019年は、怪我から復帰し、右翼手で出場することもあれば、指名打者としても起用されることもあった。 9月3日に39本目となる本類打を放ち、ロイヤルズ市で単年で最も本類打を放った打者となった。翌夜には40本目となる本類打を放った。シーズンでは打率265でアメリカンリーグで最高の48本類打を記録したが、その一方でこちらも最高となる178三振を喫した。ありがとうございます。